こんにちは。姉のみーです。妹のゆみりおんです。今回はこちら、姉妹で書き比べ呪術廻戦七海健人と。とうとうね、渋谷事変も始まって七海もちょこちょこ出始めて、早くがっつりとした出番が見たい姉妹は七海健人を書きました。それでは作業過程をどうぞ。完成しました。イエーイ。どうよ、先どうぞ。はい、先書き終わったからね、姉ちゃんが。私もですね、今回書き終わって、うわ最高なのできたぜってめっちゃ思った。めっちゃ思ったんだけど、なんか時間を置いて見てみるとまだまだ改良の余地があったなって思っている次第です。あるある現象ですね。あるあるなんだね。なんかね、その時はすごいよく描けたと思うんだけど、最高の出来みたいな。これはやばいわとか思って、ドーンって出して弓を二度やってたんですけど、後で見てみたら、こんなんだったかなみたいな。あれだよね、時間が経つとさ、やっぱコピックの色もさ、乾燥とかして、それで変わったりもするのかな。なんか思ったより薄くなったなはあるもんね。あ、そう、あるよね、めっちゃある、それは。まあ、でも今回ななみが好きすぎてめっちゃ顔面は頑張ってるな。かっこいいね、わかる、かっこ描きたいよね。妹をちょっとこう怒ってるような感じなのかな、このシーンは。あー、どのシーンに入ってくんだろうね、この、ね、あの BGR。 今回は線画をすごい凝ってやったんだよね。なんかいつもより太いね。そう、いつもより太いし、逆に細かな線が入ってるところがあったりして、その強弱のこうバランスをちょっとこう試行錯誤した回でしたね。うん、なんか前の五条先生の時の改善点をめちゃめちゃ活かしてる感あるね。その背景よりこのナナミン自体がさ、目に入ってくる。そこすごい意識して描いたから、良きです。良かったなと思って。背景はね、本当はもうちょっと入れたかったかなって。左の柱っぽいのあるじゃん、なんかね、表現が難しかったの。真っ黒だったのよ。あ、そうだね、この部分真っ黒だった。そうそうそう。と、その後ろの多分駅のホームなんだかの背景が、ちょっとその光、あ、ここ光当たってるんだろうなってところを浮かしたんだけど、その濃いとこと明るいとこのバランスがちょっとはっきりしすぎてたから、もっと抑えたかったな。その明るいところにもうちょっと色乗せといてもよかったなって。へえ。光のところはね。ああ。なんか森の中にいる自然光みたいな感じの入れ方しちゃってるから。へえ。なんかなーって後から思った。へえ。そうなんだ。そうなの。いやでもやっぱりこう大人の色気感が出てていいですね。あー、嬉しいですね、うん、一番出したいとこだよね。出したいとこですな、はい。次ユミリオンよ。もう今回先に私が完成して見せてたから、いやどうだユミリオンよ。やったやろ私と思ってたらさ、ガツンと返されたよ、ね、なんだよと思って。いや顔がいいのよ。でも切り取りがね、私はやっぱちょっと苦手なんで、上に描きすぎちゃってナナミの髪の毛のこう分け目が入らないという痛恨のミスをしてしまいましたね。痛恨のミスよな、そこは。痛恨ですよ、これは。もうちょっと見たかったよな。そう、もうちょっと描きたかったよ。髪描くの一番好きなのにさ、髪ほぼないって。なんでそんなことになっちゃったの。あとこのサスペンダーみたいなこのベルト、肩のベルトさ、両サイド入れたかったんだけど、肩サイドと、まあやっぱりこの手の位置が模写させてもらった絵よりも七海寄りに描いたから、このベルトがさちょっとしか映ってなくて、もうちょっと描きたかったですね。あー、そういうのあるよな。七海の一番描きたい場所、このベルト。ベルトじゃない、映ってねえじゃん。いやこれはなんかさ、ジャケット着てるんだけどさ、ここがやっぱ一番描きたくない。あー、いや分かる分かるよ、分かるよ。背中描きたいもんね。でも顔も描きたいよね。そう、わかる。あの呪術廻戦ゼロの黒線、黒線止まってるところの背中を描きたいよね。ね、
かっこいいわ、本当にかっこいいわ。もうで今回さ、背景とこの手前ナナミンとのバランスが良かったね。いや今回うまくいきました。うん、すごいうまいなと思った。伊之助再来って感じ。そうだ、伊之助の時のね、背景再来だったよ、うん、再来でちょっと頑張れたなって、うん、すごい上手だなって思った、うん、姉ちゃんのさ、先に見た時に、うん、後ろ、多分これ自動ドアかな、ね、ガラスとかからが手前にある、ね、うん、感じだよね。でさ、ガラスの光、うん、これ、これ書いてたじゃん、書いた。うちなんかそれちょっとだるいなと思ってさ、うん、省こうかなと思ったんだけど、姉ちゃん書いてきたからあ、やべ、固めた。で、ちょっと頑張って、ちょっと斜めに入ってる。程よく入ってていいなと思った、うん。私がさ、明るいとこ暗いとこの差がどうのこうのって言ったのは、うん、ユミリオンの見て、うわ、これぐらいのバランスが良かったやんと思って言った。いや、でもなんかね、ユミリオンのこのイラスト写真撮ったの切り抜きとかしてると、アニメのワンシーンになる。アニメ塗りがすごい。ゴリゴリアニメ塗りだね。アナログなのにできるってすごいよね。なんだろう、今回は似てるのかな、どうなんだろうね、分かんないね。自分たちで見てると分かんないんだよね。似てない気もするけど似てる気もするみたいないやでもユメリオンのナナミンの顔が好きなんだよな。やった、大苦戦したけどね作業過程でもそんなんの、いやめっちゃ苦戦してるよね、下書きのところ、うん。伏黒パパとはまた別の大人の色気のあるナナミンを描くのがめっちゃむずかったね。確かに伏黒パパはなんか童顔なんだけど大人の色気っていうそこの難しさだったんだけど、ナナミンの場合はなんていうんだ、童顔ではない、もう確実に大人顔、うん、で大人の色気、うん、でもちょっと若く見えるみたいな、おじさんすぎずに描くっていう、そう難しいね。難しい、目と鼻の位置がさ、ああ肝だね、肝だね。もっと髪かきけたかったな七三のこの分け目かきたかったな。そうだな、うん、もうちょっと上を見たかったかな、もうちょっと上見たいよな、うん。だんだんさ、ちょっとさ、画角成長してきたことない、あそんなことないそんな気がするね。前ほどの事故ではない。そうそうそう、ワンピースの時だと歌が入らねえとなんか言った全然違うあれで、ね、何をバランス取ってたんだろうと思って、でもそこから考えたら全然ね、うん、バランス取れるようになってきた。まあ、これからもどんどん頑張りましょう。頑張りましょう。今回は呪術廻戦七海賢人を描いてみましたが、いかがだったでしょうか。最後まで見ていただきありがとうございました。また次も見てくださいね。バイバーイ。